それではですね、いよいよいろんな電波の信号の振る舞いというのをこのアナライザーの方で見てみたいと思います。で、最初にこの、接続についてちょっとお話したいと思いますけども、まずこちらに見えますのが、スペクトラムアナライザーのご本体ですね。それからこちらに見えますか、アンテナがございます。で、グワーンとこうケーブルがつながっていて、この入力接線に接続されているということですね。はい、で繰り返しですけど、こちらの周波数と信号の縦軸が早信号の大きさを表していますね。はい、まあ、ちなみにちょっとこれはご参考までですけれども、色がついてますね、今度はね。この色が信号のヒントを表してくれているんですね。明るめの色っていうのはたくさん信号が来ているな、まあ、そんな風に見ていただければと思います。まあ、これはちょっと補足説明です。じゃあそれでは早速ですね、最初に、任天堂さんのこの DS ですね、こちらの方がどんな信号を吹いているのかというのを見てみたいと思います。で、実はこの任天堂さんのこの GS はですね、無線 LAN 使ってるんですね。で、まあ、それがこのチャットの機能でどんな風にこう信号を発せられるか見てみたいと思います。それではまず1台目の方、そちらの方からですね、チャットの準備を、で信号の方が出てくると思いますので見ててください。こんな風に今出てきました。じゃあ次にもう1台の方、チャットの方を設定します。でチャットルームに入ります。するとですね、2つのこの通信が確立しましたので、こんな風にわーっとこう出てきました。たくさん通信しているんですね。これで字を送ったり絵を送ったりができるということですね。こんな風に見えました。じゃあ次にですね、これをちょっとシャットダウンしてみたいと思います。じゃあ1台切ります。切りました。もう1台も泡が触れてますけれども、もう1台切りますと、よいしょ、はい、こんな風に完全終了しました。じゃあ次にですね、こちらを終えて、今度はプレステ3のですね、こちらのコントローラー、これも実はワイヤレスなんですね。で、こちらのどんな風な通信スタイルを取っているのかというのをちょっと見てみたいと思います。それでは行ってみます。スイッチオン、わーっときました。これ実はですね、Bluetooth と言われる信号なんですね。いろんな周波数を使って、まあ、周波数ホッピングと言ってるんですけれども、周波数を、いろんなチャンネルの周波数を使って、通信を行ってるんですね。1秒間2600回なんてことで高速にホッピングしてるんです。あ、まあ、ちょっといけないんです。それでですね、じゃ次に、ここの今通信してる状態のところに、ちょっとこう見やすいようにちょっと強調します。ここに今度は電子レンジ、動かしてみたいと思います。そうするとちょっとなんか面白いことが起きると思うので、じゃあ電子レンジスイッチ入れてください。今電子レンジがこちら立ち上がりました、ね、でするとですね、電子レンジはここ使ってますから、見てください、Bluetooth がですね、その電子レンジのいる信号を避けるようにチャンネルを使ってるんですね。ここ隙間が空きましたよね。まあ、こんな様が今確認できました。これは一種の干渉対策の、まあ、まあ、専門用語で言いますと、アダプティブフリーケンショッピングと言いますけれども、はい、まあ、こんなことでですね、今また電子レンジが終わりましたんで、しばらく様子を見て、このチャンネルをお使い出してくるのかなと思いますけれども、この辺は、ここにもちょっと、とか他の場所で使ってる電子レンジがいるみたいですね。あ、でまたこう使い出しましたね。まあ、こんな感じでですね、信号の振る舞い見ていただきました。これがBluetooth の振る舞いおよび電子レンジの信号でした。